はい、皆さんこんにちは、ワンダレゲルビシです。今回はコンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。タマーンに教えてもらって、これからソロモンを経由してアクシズへと向かうその道すがらになります。では早速地下通路へ入って、まずはソロモンを目指しましょう。ダンジョンになってますね。まあアイテムなんかもしっかり回収しながらですね、戦っていきたいと思います。で、攻略サイトはですね、まあほとんど見ないでゲームを進めてまして、まあ、これはこのプロジェクトオリンポスに限らずなんですけど、よってちょっとレベルが十分なのかどうかっていうのもわからないまま突き進んでるので、まあどっかで積まないようにこまめにセーブはねしながら進めていきたいと思います。敵もね、エンカウントしたらできるだけ倒しながら進んでいきましょう。ダンジョン内の敵がちょっと強くなってきてですね、少し苦戦してます。まあ、そんな中でもレベルが上がらず、自利品状態なんですが、もうすぐ、このダンジョン抜けられそうですね。次の敵の対処は今のレベルだと少し心配ですけど、もう突入しましょう。地下道を抜けます。やった、外だ。ここは確かにソロモンだ。ソロモンを目指してましたね。この町からティタンズを追い出すんだということで、今度は町の中入れましたけど、 BGM 的にはまだ敵と、そうですね、エンカウントありますね。バーザムが出てきましたが、では、この町の中でも敵とエンカウントありそうなので、戦いながら探索ですね、進めていきたいと思います。雑魚キャラのバーザムでもこれだけの、攻撃力持ってるので心配です。病院に来ましたけど、どうやら病院は正常に機能してそうですね。これは嬉しい。だったらちょっと装備品も買えそうなところ探してきます。街の中ではマラサイ、カイが出てきましたね。これらも撃破しながらレベル上げと、あとは装備品売ってる場所で探していきます。どうなんだろう、ガンダムシリーズの中でマラサイ、カイっていうのはあんまり見たことないですけどね。お、 RX がレベル上がってくれた。こういうところで地道にレベルが上がってくれると本当に嬉しいな。ティターンズの制服着てるな。街の中探索ある程度したんですけど、装備品売ってる店がなかったんですよね。ちょっとスルーして上に上がってみましょう。何もないか。じゃあやっぱりこのティターンズの制服の人間に話しかける必要ありそうですね。何者だ、怪しいやつ。貴様ら、ゼウスのメンバーか。そう、コールバーザメ。バーサムと戦闘だな。通常のバーサムだったらそれほど苦戦する相手ではないですね。ただパターンからするとこの後ボス戦が予想されるので、回復を織り交ぜておきましょう。レベルはですね、まあそれぞれ1ぐらい上がってるんですけど、特にウルトラセブンとウルトラマン太郎ですね、ここで、ヒットポイントの差が1000ぐらい出てる状態です。でさらに太郎は装備品もそんなに高級なものを身につけていないので、ちょっと太郎がね、ボス戦になった時に、離脱しないかどうか、死亡しないかどうかが心配ですね。まあ、ただ、バーサムは簡単に撃破完了です。このゲームのパターンからすると、この後扉の中に入るとボス戦があるんじゃないかと思うんですが、チェリーとかいるな。侵入者がいると聞いたが、貴様たちだったか。どうやってここへ入ってきた。いや、そんなことはどうでもいい。どうせ貴様らはここで死ぬ。コールバウンドドッグ。またバウンドドッグか。これバウンドドッグ前回も戦ってますけど、どうなんだろう、パワーアップしてんのかな。とりあえず戦闘に入ります。まあ、必殺技なんかも織り交ぜながらヒットポイントに注意して戦っていきましょう。
パウンドドッグ2回攻撃は変わらずですね。はい、片付けました。まあまあ前回より強くなったなっていう感じはあんまりしませんでしたね。太郎がレベルアップでーす。ウルトラダイナマイトが使えるようになった。どんなもんか早速試してみたいかな。やはりバウンドドッグじゃ歯が立たん。ならばコールサイコガンダム連戦か。サイコガンダムと戦うことになるか。貴様まさか。そうさ、貴様らに勝つために俺は強化手術を受けた。貴様らこのサイコガンダムが倒せるか。ジェリドが強化人間になったんですね。サイコガンダム戦か。どうだろう。まあ、全力でいきましょう、ここは。ウルトラギロチン使って、RX はロボパンチ。アムロも、ノーマルショット。で、タロウだけは一旦ちょっとダイナマイト使ってみたいなっていうのはあるんですけど、回復に勤しみましょう。攻撃がどれくらいかですよね。まあ、サイコガンダムなんで動きは遅そうなので、先手は全部取れそうな感じはしますけど。問題は、攻撃力がどれくらいか。うほ、全体に1500か。これは強力だな。ウルトラギロチン、ロボパンチは行って、いや、ウルトラギロチン危険だな。回復2回入れましょう。いや、これは、テクニカルポイントも不足しそうだ。そんな展開だな。攻撃力がとにかく強い。何？貴重なロボパンチを外してしまった。体力は常に全開じゃないと心配だな。どんくらい減るか。全体攻撃、1500来るもんな。いやー、ちょっと強力ですね。ただ、ウルトラギロチンとロボパンチは入れて、ノーマルショット。で、タロウで回復。まあ、これかな。タロウもちょっとテクニカルポイントに不安があるか。いや、これは侮れない敵ですね。なーに？全体攻撃以外にも攻撃手段あるのか。ちょっとここは太郎は一旦、そうだな、温存したいかな。なので、アイテムで回復しましょう。リライブカプセルマックスで回復する。いや、3で十分だな。太郎には3で。3が2000回復だったと思いますので、太郎のヒットポイントを考えると2000で十分かな。全体攻撃の威力たるや、とんでもないな。ちょっとここで一旦セブンエネルギー入れか。テクニカルカプセル使っちゃいましょう。で、ロボパンチも打てないのか。ここもちょっとアイテム、テクニカルカプセル使うしかないな。テクニカルカプセルの残量がちょっと少ないな。太郎もこれ、テクニカルカプセルつかないといけないですからね。太郎用にちょっと一旦取っときたいですよね。回復用意。うお、ここで食らったこれか、先に来たか。ちょっとこれはやばいぞ。いやー、もう積んだな。積んだのでやり直します。戻ってきます。ではサイコガンダムと第2戦ですね。まあ、前回の反省点生かしてとにかく火力で押していきましょう。基本的にはみんなテクニカルポイントマックスの状態なんですが、ジェリド戦、この前のバウンドドッグ戦ですね。バウンドドッグ戦で、体力の回復、リライブ光線使っていた太郎だけちょっと減ってます。まあ、太郎を一旦回復役に当てて、残りのメンバーで攻撃仕掛けていきましょう。
ウルトラギロチン何発撃てるか、ロボパンチ何発撃てるか、そういう戦いになりそうですね。マローは回復します。敵に先手取られると本当にきついですね。しっかり回復して単発の攻撃だとありがたい。これだとね、なんとか耐えられて、テクニカルポイントの温存もできるし、回復もできるしっていうところでね、ありがたいですよね。ウルトラギロチンとロボパンチの火力で敵を押す。クリティカルとか来ると嬉しいんだけどな。いや、今回はただ敵の単発攻撃に終始してくれてるので、これは大きい。これでちょっとでもダメージが取れればありがたいですよね。これで3回ずつウルトラギロチン入れた形になります。まだまだいけるな。ウルトラギロチンがここで使えなくなったので、アイテムで回復しましょう。ロボパンチはもう一発撃てるはず、撃てますね。で、アムロはカプセルでセブンを回復しましょう。で、タロウもここは、リライブ、いや、普通に攻撃してテクニカルポイント節約します。で、ロボパンチ撃った RX ももうこれでテクニカルポイントを切れた。ここで全体攻撃が来た。セブンは回復したはずなので、ウルトラギロチン。どうだろう？ロボパンチ使いたいので、回復しましょう。で、アムロもノーマルショットで、ここでリライブ光線打ちます。これでまたロボパンチが打てるようになりますね。いや、全体攻撃が今回少ないのが本当に嬉しい。前回運が悪かっただけだった。前回はほぼほぼ全体攻撃でしたよね。あれが本当に効いたんですが、今回は今のところ全体攻撃あまり来てないので、まあ、そういう意味では今のうちにできるだけ、リライブカプセルももうない。そろそろどうだろう、終わってほしいんだけど。モビルスーツ形態に変わった。ここからまた何かあるのかな。攻撃力アップとかあるとちょっと苦しいですよね。アイテム残ってるね。使ってないことになります。問題は敵の攻撃のスピードがどれくらい変わるかですよね。まあ今のところこちらが先手取れてるんで、これであれば回復が追いつかないっていうことは、まあおそらくないかなと思います。ぐわっ、すげえ。今の攻撃食らうと一撃死するなぁ。いやー、強力だ。強い。どうしようかな。いや、ここはもうリライブ光線使うしかないな。ロボパンチ。アムロは、アムロももうない攻撃する手段が。いや、強いね。あとはもう地道に削っていくしかないんだな。すげえ。本当に強い。ロボパンチはもう一発撃てるな。モビルスーツ形態になってからどれくらいヒットポイント残ってるかですよね、敵のね。ぐはっ、セブンの食らうダメージ量が半端ないわ。アムロのクリティカルヒットで約1000。ロボパンチももうこれで打てなくなったんで、
で、テクニカルポイントはやっぱりどうしても温存、まあ、せざるを得ない、いい部分というのがあるんで、しょうがない。これはもうこのまま、このまま行きましょう。お、倒した。いやー、きつかったなー。まあ、なんとか倒せましたね。2回目の挑戦で倒しました。ただ、どうだろう。テクニカルカプセル全部使っちゃったので、この後強敵と戦うときに苦戦しますね。バカな俺がこんなところで負けるはずが。愚かな。大きすぎる野望に我が身を滅ぼされたか。新ウルトラマンちょっと見たいんですよね。これで一旦サイコガンダムは撃破完了かな。特に他イベントなさそうですね。音が、エンカウントしない音に戻ってる。街が、敵のいない状態になりましたかね。ティターンズを排除した状態になったっぽいですね。ティターンズは撤退しました。この街は自由です。ということなので、じゃあ一旦ここでソロモンに入れたので、切りよく終わりにしていきましょうか。次回はじゃあこのソロモンからね、アクシスに向けて、続きをプレイしていきたいと思います。